んにちは、こんばんは、こんにちは、なんか微妙な時間、こんにちは。ただいま、レッスンしてきて、髪巻いて、ちょっと自主練してほんまにちょっと、マジでちょっと自主練したと言っていいのか分かんないぐらいのあれですけど、できてちょっと巻いてみた、巻き練習巻き練習をしました。でもめっちゃ落ちた、こんなに落ちるってぐらいめっちゃ落ちました、びっくり。こっちは上下を分けてやって結構いっぱいやって、これはなんか束的には4個束でやったんですけど、私的には4個束の方が似合うなって思った。以上以上、私の研究会でした。研究発表会、夏の研究発表会です。でなんか塗り直したらさ、こっちがさなんかちょっとなんか取れちゃった、こっちやり直そっかな。私はこの配信で洗濯物畳もうと思っていたんですよ。あ、もう畳めない、それ以上にやりたいことがありすぎて。ああいいことだよ、きっとやりたいことがいっぱいある。私マジで最近やりたいこと多すぎて、でマジで早起きしないとやっていけない。やりたいことがあってゲームにたどり着けないもん。そのやりたいことをちゃんとやって やらなきゃいけないことをやってから、私はなんかしなきゃいけないなって思って、ちゃんとそこはなんか頑張ろうって思ってるタイプなんですけど自画自賛。そうなんですよ、それはちゃんとやんないとって思ってて、だからゲーム全然たどり着かないです。暇の時間がない、まあ、お前暇だろって感じだと思うけどさ、そんなさ何時から何時まで仕事ですってやってないからさ、みんなからしたら暇だろうかもしれないけど、なんかなんかやりたいことが多すぎて追いついてない、体が追いついてないです。いや体だけじゃない、脳みそも全てなんか自主練もしたいけど、あのレポートもやばいしそうやりたいことはたくさんある。それ以外にもねありますよ、もちろん。その家事のこともね、なんか部屋の片付けを、ここの片付けをしたいなみたいなあるんですよ、けどなんか全然できない。まあ、それは私のせいというか、なんかねちょっと前までは夜掃除やる気が出てたんですよ。もうそれ夜もうマジで眠くて、夜の掃除枠っていうのがなくなりました。夜にさ唐突に掃除したくなってさ、部屋の片付けするあれあるじゃん、最近ないんですよ、来ないんですよ。だから困ってます。困りアンナです、困りアンナ。どう前髪、もうちょっと切ろうかな、どう思う、なんかもうちょっと切ってもいいかなと思ったり思わなかったり、もうちょっと切れるかなね、もうちょっと切れる気がする。いいね、もうちょっと切れます。アマゾンのセールで入浴剤買ったんです、散らかり放題。うん、なんかねこういうさ、これをこのソファーに置きっぱなしなの。ほら配信すぐ取り出せるってことはそういうことなのよ。ソファーにずっと置いてるんですよ私。なんか綺麗に置いてっちゃ置いてるけど、ソファーに置いてるってね、日頃ソファー座らんかな、座る時間がない。5センチは勝負しすぎちゃう巻いたらちょうどいいかも。まあね、でもなんか巻かずにゆる巻きで前髪ぐらいがいいよ。なんかくるんってなってなくて、このなんていうの、すんで眉毛にしたいんですよ。湿気とか濡れたらさ、研究中なんですよ今。何を研究してんのって感じだね私。なんかはい、ツアーとかでもね研究していきたいと思います。どれが一番、それは厳しすぎる気がする。おめえ何が買うんだよこれは巻いてるからね、一応言ったけど、ほら別にこの巻きでこれにするわけじゃないよ。
夕方を50分ぐらいします。レッスン着へそ出し禁止になってレッスン着がないって言ってた。そうなんですよ。それはね、あのなんて言うんでしょう、仕事としてっていう決まりなので、そうあのなんかいやらしい意味はないんですけどそう、仕事としてレッスン、まあ仕事の一環だからなんか、うん、気をつけようみたいななんかちょっと古い考え方って言ったら変だけど、なんか学校で言うスカートあの膝丈にしましょうみたいな、そんな感じだと思います。まあまあ私日頃そんな過度な露出をしないので、そう私はね被害はないんですけど、確かにいきなり言われるとってなるよね。前がめっちゃ好き、ありがとう。あ、私今日から見出したよファンタビ。今ねちょうどね通報されたところ、あの仲間だと思ったあやつに、ね、0.03 ミリ切ろうかな。めっちゃいい感じに切れたんだよね私、昨日前髪切ったんですよ。結構切った。あちあち、超あちあちだよ。だから私今日充電してるもんこれ。あちょっと短かった紐が。あれこれどうやってあれこれどうやってやるんだっけ。これってどうやって使うんだっけ。これ充電しないとさできないやつでしたっけ。あ、スマホでやるんでしたっけ。これどうやってやるんでしたっけ。あ、これか。これに貯めなきゃいけなかった。ちやられた。そう、ちょっとでも見せたい、動いてるとこ見せたいからちょっと待って、いれ、あれ刺さなくなった。刺さらん、一生刺さらん。これ何なの、刺さらなくなりました。あ、いた。あー涼しい前髪固めてないんでもう揺らぎます。揺らぎみたいな。ダメだ、ダメじゃないけど、布団だ。充電中です。これ取り出してきました。沖さんの意見も一理あると思うけど、沖さんの意見を聞いてないからごめんなさい、すいません。別に沖さんのことを批判したわけじゃないですよ。そういう意味で言ったわけじゃないですよ。でも STU ルフルに関してファンの人がとやかく言うのは違うと思っているので、私はそう仕事だから、グループとして活動しているから。エアコンつけてますよ。テクテクさんありがとう。シャボン玉 MV 撮影感ある風ケンハート100ありがとう。俺を持ち歩いてます、素晴らしい。冷房派ドライ派、冷やっぱでもね、やっぱ梅雨の季節はあれの方がいいんですかね。除湿ですか。なんかでも今日は冷房つけて暑すぎて、本日2回目。鎌田さん初心者はまだですか。私は出すという目標はまだ掲げておりません。掲げておりませんってなんか変だな。初心者を出せる自信はまだありません。大きいの持ち歩いてんの、どういうこと、すごいね。車乗せてんのかな。手のひら冷やす、いやー確かに手のひら、確かに。冷房でもドライでも電気代変わらないからね。あ、そうなんですか。つら、そうなの。ヒデ、水鉄砲ありがとう、パンパン。ドライは電気代が高いです。言ってよ先に。マジかよ。冷房の方がいいじゃん絶対。じゃあ冷房しよう。でもなんかね、電気代抑えるので、なんかその冷たいタオルをなんか外にさ置いてある室外機っていうんですかにかぶせると、なんかちょっとマシみたいな、なんか
のみたいな、みたいな、あそうなんだと思って、あネクラピローみたいなさクーラーもあるよ、あれか、なんかここにさこう丸いやつついてるやつ、あれ欲しい、わかる、いいよね、あれじゃないけどなんかさ、なんか持ってるんですよ、あの画期的なやつじゃないんですけど、ファンの人にもらったやつで、なんか氷みたいなやつ、なんだっけな、で去年の夏もらって今年行方不明絶対どっかにあるんですよ、私なんかいろんなとこに片付ける癖があって、そう、節約は若干諦めてる、そうだよ、節約してさ体調悪くなるよりさ、やっぱ体調不良にならないことがいっちゃんだから、いっちゃん大事だからね、みんなに会いたいし、皆さんも水分補給を忘れずに、暑すぎる、それな、いやそれな、私ポーチとかもめっちゃね、なんか使いたくなって謎にポーチに入れるんです、そしたらもうどこのポーチに入れたかも分かんないし、そのポーチをいろんなとこに置くからダメなんですよ、だから次引っ越した時はそういうのやめようと思ってます今はもう無理だからこういうところ、いつかこういうのを統一しようと思ってるんですけど、それができない、そういう日作ろうかな、掃除する日設けようかな、体調崩す方が出費が増える、確かに同じ場所を戻さないでね、そう行方不明なるやつあるある、私めっちゃある、そういうところだよな、マジそういうとこ、 A 型って思えない、なんかめっちゃ画面のあっち行ってた、ごめんよ、やべ掃除する日作って1回目はしっくりこなすんだけど2回目が来ないのあるある、え、わかる、わかるわかる、仕事変わってくる人見つかったか、山中区行けるかも、やば、山中区嬉しい、マジ山中区涼しいよ、最高なんよ、高圭さん水、あーちゃんはシャボン玉ありがとう、水鉄砲ありがとう、涼しいありがとう、あごめん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 めんご許して、わ、シャメおど、シャメ、し、しゃ、す、しゃ、シャメ、しゃ、あー、エクスペクト、エクスペクトパトローナム、え、シャメ、さ、さ、サメ、シャメか、ん？サメか。マジ、嘘みたいな間違い。サメ。もうチケット買った、え？やば、嬉しい、ありがとう、見つけたい、ペンギンさんもありがとう、アンピーだよー、ドライヤー冷房しながらさらに熱で除湿するので電気代が高くなるんですよ、あそうなの、冷房されてんだ、わお、やられた、それは涼しいわ、エアコンによって除湿も2種類あって、弱冷房除湿なら冷房より電気代が安い、え私普通の除湿かも、いいちゃんぜひ髪切ってくださいって話してた、切らしてください、え、いいんですか、え、マジで嬉しいんだけど、前髪困ってるんです、てか私前髪変えたくて、てか変えたいっていうか、なんかさちょっとさアイドル風じゃんなんかさいろいろ挑戦したいんですよ、もうこの、まあ、買い切ってを繰り返してたら無理だけど、私星野みなみさんみたいな前髪をやってみたいんです、私前髪必要な人か、でもなんか やりたくない、可愛くない、梅澤みなみさんとか、その前髪ないけどちょっとここにあるみたいな、なんて言ったらいいんやろ、やりたい、でも多分根気強く伸ばさないとそこまでいけないから一生無理、分け目買いたい、てか真ん中で分けたいですよ、 STU 真ん中で分けてる人いないですかね、こうやってるさメンバーいないよね、そう、アイコジが一時期前髪あの分けるやつやってたけど、いや最近やってないよね、 STU いないんですよ、結構乃木坂さんとか何人かいらっしゃるじゃないですか、そうやってないんですよ STU、 福山さらさんシャボン玉ありがとう、パパパパ、でも似合うか分からない、まあ、ちょっと試せんよね、男受けは良くない、あそうなんですか、まあそっか美人系になるもんね、確かに確かに、やんちゃん、あれ確かに
大人っぽい顔だもんね。確かに髪型変えるときはマネージャーさんに言う。でも却下されるかもしれないしね。でも結局やんないんだろうなと思う。結局俺で落ち着いてる今。なんかさ、魔法とかでちょっとやりたくない？この髪型、一番髪に似合う髪型にしたい。絶対似合うと思う。嬉しい。韓国アイドルはデコ出しがデフォ。それな、ちょっと憧れるよね。そう、高橋樹さん大好きでさ、になりたいんですよ私。けど多分さ、好きな人の顔ってさ、自分と系統が違うかったりとか、何か自分とは違うものを持ってるから好きになってるからさ、あーダメなのかなって思う。勝手に髪型変えちゃいけないけど、なんか変えるのも怖い。ショートにはしないと思います私。 STU はい、え、これからもしないと思います。ショートよっぽどなんか何言われたら、でも素晴らしい、すごい、あの連続ドラマに出演できるんですけど、ショートカットにしないと出れませんって言われたらします。そのぐらいじゃないとしてないかも私。確かにましたそう、憧れと、憧れの人ってさ、自分と系統が違かったりしないですか？自分となんか似てる人を好きにならん、あでもそれも違うのか。似てるけど、なんだろう、顔似てるはなくない？え、わかる、マジわかる、めっちゃ私恋しそうになった。マジわかる。おまめ前髪も可愛い予感します。あーあね、マイアンさんのおまめ前髪の時期あるじゃないですか。あれめっちゃ可愛い、ね、最悪ウィッグしたらいいし。ウィッグ意外とバレるかない？結構わかりやすくない？そうね、印象変わるからね。おしんする人もいるよね絶対。ショート派の人でおしまいしてくれる人もいれば、いやロングしか勝たんでいう人もいそうだよね。わかるわ。でもマネージャーさんに絶対ロングくれる。マホピョンさんとも私系統違うくない？違いますよね。しかもウィッグ今の時期濡れそう。確かに友達とか髪染めて、でもバイト行かなきゃいけないからって言ってウィッグかぶってる子いる。でもその子ショートカットだからできることであって、私長いとめっちゃ大変なんですよ。ウィッグ多分長いとその中に入れるときにボワってなるから。なんか私セプトの時もウィッグかぶってるじゃないですか。あの時もわりかしちょっと後頭部ボコってしてるんですよ自分的にすごい気になるけど、でももう私が髪長いのがもう悪いことだからしょうがないけどね。ショートにしないと一生餃子食べられなくなります。いますか？うわー悩む何それ、いっちゃん悩むかもしれん。それ結構悩む、夢に出てくるもん絶対。絶対夢に出てくるわ。やばいわそれは。やばい、どうしよう。どうしたらいい、そういう時は。誰やか教えて。餃子我慢できないと思う。だって絶対ラーメン食べた時餃子誰か食べるじゃん。でそれも食べれないってことでしょ、自分で頼まんくても。やだー、ロングやん。お、やった、セプトアンナ好きでした。ありがとうございます嬉しい、ありがとう。ちょっと大きい声で喋るね。餃子風の何か、やだやだやだ、餃子がいいもん絶対。餃子しか勝たんよ。餃子の夢見たことないです。いやいや食べたすぎて出るよこれは。餃子好きだよ。餃子めっちゃ良くない？餃子そんなに？餃子となんか何かを引き換えにって言われたら餃子選ばないことある？餃子結構悩むんだけどユニバ行けないと餃子もう悩むぐらい私。そう悩む、餃子取るかも。なんか私さ、ここさ赤いのできてびっくりしたんだよね昨日。なんかヒリヒリすると思ったらこうやって書いてたんだ。今私めっちゃここ書いてたんですよ。うわこうやって書いてんだ私。いやー一番ではない。あ、私も好きな食べ物一番餃子が好きなわけではない私。そうですよ、そうなんですよ。だけどそうなんですよ。
一時期たこ焼きブームあったんですけど、たこ焼きは今そんなんです。餃子キャラじゃないですよ。でも好き。なんか比較的順位は高いって感じ。ワンタンじゃ物足りない。わかる。いまだに携帯の待ち受けセプトアンナです。え、マジ？ありがとう。嬉しい。そう、餃子の位置高いですよ。カリッとした焦げが美味しい。よしこくくん、シャボン玉ありがとう。日焼けかと思った。私？日焼けした？私、日焼けしてると思います、最近。なんか日焼け止め塗ったらなんかちょっと荒れるんですよ。なんか。だから塗りたくなくて、スプレータイプなんですよ。焼ける気がする。日傘さしてるけどさ。まあいいや、もう。よくないけどね。でも絶対よくないけど、なんかもう、手とか諦めたもん。手めっちゃ私、焦げてるんですよ。ずっと。だから私、手とマジ色違うんですよ。びっくりするぐらい。日焼け止めね、合ってる日焼け止めずっと探してるんですけど、どれも合わないんですけど。なんか、どうしたらいいんだろう。肌が負けちゃうんですよ、今の。どこの餃子が一番美味しいと思う？どこだろう。前、コカさんと食べた餃子美味しかった。飲む日焼け止めね、挑戦したい。丸友ちゃん、涼しい。ありがとう。日焼け止め絶対だよって言われるけど、それで荒れるからなんかつけたくなくなる。だからスプレーだとそんな、なんか、大丈夫だからスプレーにしちゃう。でもスプレーってなんかさ、ちょっと信用できない部分あるじゃん。本当にできてるのかちょっとわかんないじゃん。それが今日も元気だよ。爪を乾かしているよ。何の音ってなってるよね。ごめん。こんにちは。埼玉美味しい餃子食べれるとこあるよ。教えてよ。ね、これ本当に濡れてるのあるよね。家に風鈴吊るしてないです。やめてください。でもなんかさ、小学校の時に風鈴作る授業があって作りました。あ、粘土でね。粘土で作る。猫作った。なんで猫作ったのか、その時はよくわかんない。あ、猫じゃない。犬作った。くーちゃん作った。ごじってスプレーになって、スプレー、あ、スプルー、かわいいスプルー。朝のコーヒーとか日焼け、私コーヒー飲めないんですよ。一生飲める気がしない。もういいような気がする。ホワイト餃子って何ですか。わー、ホワイト餃子って何ですか。どういう味ですか。まだ乾いてなそう。怖っ。まあいいや。まあいいやが良くないよね。でも結構ずっと乾かしてたよね。兵庫県餃子タレ味噌だれ美味しそう。餃子巡りたい。私餃子食べる旅行きたい。行かないですか。バスツアー考えてください。餃子を食べ、いろんな餃子を食べるバスツアー。これさ、絶対さ来るくない。ファンの人絶対来るくない。餃子だよ。あ、匂い気になるか。バスツアーちょっとダメ。バスツアーちょっとダメか。開放的なバスツアーはいい。行きましょう。嬉しい。餃子めっちゃ好きなんだけど、いかんの。いっぱい食べたらもう大丈夫って思うかもしれんけど、分からんけどね。なんかそんなに食べんけん好きなんかもしれん。ほら、ありがとう。なんで今日こんなに餃子のこと語っとんよ。まんじゅうみたいなの？へえ。あ、朝トマト。確かに朝トマト。あ、そうしよう。朝トマトしよう。全国の餃子屋さん集まってもらって屋台にしてもらおう。確かに。なんかさ、最近なかったですか？餃子フェスみたいな。餃子？わかんないや。なんかフェスみたいな。餃子最高です。最高。最高だよな。フェスゲートパークでやってました。ゲートパークってどこですか？一口餃子。ああ、確かに。ニラだれ。あったよ。あったよね。言ってないけど。メンバー何か言ってた気がする。オイズルタワーの前のとこ。あ、新しくできたとこですか？あそこ行ったことないんだよね。行ってみたい。でも何があるかわかんない。あ、なんか猫カフェがあるのは知ってる。猫ちゃんがいるのは知ってる。
あなたの夢は何ですか？なんだろうな。ちょっとビッグな夢言っとこうかな。でもないな。夢がないわけじゃないですけど。おりこちゃんをグッズ化することが夢です。今年の目標はこれ一本でいこうかな。これ一本でいこうと思ってます、思っていますので、よろしくお願いします。皆さん叶えてほしい夢ありますか？ラッキーさん、タコありがとう。タコありがとう。あー、なんかあれか、エッグドなんとかですよね。確かに、ダンダダンという店の餃子が好き。どんな味ですか？嬉しいだけ、心を燃やし。トゥトゥトゥルルトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルルルルル。あーな、あーな。夢はアンピちゃんが幸せになることです。ありがとう、幸せになるね。大好きな人、幸せ。ユニバー夢じゃなくて定期的にいかんで、いやよ。中に味がついてタレなしで食べる。大好き。私全然餃子ね、タレかけずに食べるタイプ。むしろ。気になる。こんにちは。嬉しい、たけ。香川県の観光大使になってほしい。なりたい。真の声のマンボスに、モンバスに観光大使で出るとか。ああ、フェスみたいなやつよね。小田さん、お疲れ。ありがとう。大好きさん、水鉄砲ありがとう。ちいかわいるよ。ここで光ってる。ちいかわさん。県民賞、ゆめりんさんが出てましたよね。餃子の羽の部分ガチでうまい。いろんなところにあるんだけど。あ、そうなんだ。本場骨付きで食べてみたい。食べてほしい。ジャムズさんとコラボしたい。ジャムズさんの曲やりたい。ジャムズさんに会いたい。関ヶ原一緒でしたっけ？関ヶ原じゃもう一緒じゃないのか。なんかが一緒だったよね。関ヶ原かな。マジで会いたい。今年の夏も会えますように、ジャムズさんに。オリコちゃんパーク作ってほしい。それやばい、やばすぎる。結構やばい。ハリポッター並みじゃないと。山中湖はね、日にちが違うんですよ。なんか3日間ぐらいあって、山中湖マジで被ってないんですよ、日付。関ヶ原は確か出るでしょ。関ヶ原もさ、日付違かったっけ。関ヶ原は1日しかないっけ。いや、関ヶ原は3日間とかで被ってない気がする。してきた、そんな気がしてきた。何が被ってんだろう。なんか日程が全然被ってないんですよ。また被ってないんかいってなった記憶あるんだよね。ジャムおじさんに会えたら何するの？どうもしないよ。まあ、パン作ってもらうぐらいかな。でもアンパンマンより私はもうメロンパンナがいいかな。メロンパンナ食べたい。とても美しくて可愛いです。ありがとうございます。今度のオンラインお話し会でジャムズさんのことについて話したい。お、よろしく。天使のイグさん、ハートありがとう。お話し会もね、予定で的には最後だからね、どうなるんだか。内容は問わないか、何か魔法使えるようになってほしい。めっちゃ無茶言うじゃん。超無茶じゃん。ここ頑張ります。
これ使えるようになったらテレビ出られるね私。仕事お疲れ様、ありがとう。カズキンさん、シャボン玉ありがとう。内容問わないの謙虚でおもろい。謙虚じゃないでしょ全然謙虚じゃないですよこれは。いやいや、謙虚じゃないのも変だな。謙虚だけど謙虚じゃない、謙虚だけど無茶なんだいみたいな。ラベンダーなんかな、これ何色なんだろう、わかんないや。直近でお出かけする予定があるんですよ。それでこの服で行くっていうのを決めたからこの色にした。今年の夏は忙しい。どうなんですかね、去年めっちゃ忙しかった記憶な気がする。カズキンかわいい、ありがとう。あ、でも去年は鼻だれがあったんです。今年は全国ツアーだからいろんな各地を回るとしたら移動とか大変かもしれない。身長160です、ぴったしぐらい、 160.3 とか。カズキンさんかわいい、ありがとう。関ヶ原土日、あ、やった、じゃあ会えるよな多分なんだかんだ、なんだかんだというか多分スケジュール痛い、目に入っちゃった、スケジュール近い気がする。夏フェスもあるし忙しそう。まあ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 、まあ、でもなんか最近フェスが少ない気がする。6人バージョンのフェスみたいな、なんて言ったらいいんだろう、なんかあんまないよね。かわいい、なんかめっちゃ謎のハートしてた。ニラダレ公園とは楽しい夏にしていきたい、していきたい。私はあなたの前髪が好きです、嬉しい。ちょっとこれやっただけだけど、これ挟んだだけだけど。野外フェス開放的でやっぱり気持ちいい、え、いい、テンション上がる。でも後から我返った時が好き、熱い、巻いてますよ髪の毛。うーん、こんな感じにすぐ巻けるやばない、なんかめっちゃすぐ巻けた、びっくりしたんだけど今なんかめっちゃ負けたわ。みんなに褒められる前髪クルップ、え、嬉しい、私も使っていこう。安否が詰めておしゃれ、なんでおしゃれしたら悪い、なんでやねん、女子力上げてるんだそう、汗だくになるね。いいな、いいな、オリコちゃんの前髪クリップ欲しいな。でもなんかあるんじゃない、多分後日、もう後日なんだけど、後日ワンチャンあるって噂はあったけど、完売してたらないのかもしれないけど、ある気がする。またおまてったさん、かわいい、ありがとう。うん、でも全部は売れてないから、うん、ある気がするけどな。自主力もともとあるのにまたあげるの、いつもそんなこと言わないじゃん、なんでそんなこと言うのまたデッドさんかわいい、ありがとう。エイちゃん結婚してありがとう、キピー、エイちゃんお疲れ、いっぱい使ってね、ありがとう。いいな、もうこの曲は頭から離れなくなった、やめてよ、わー、にゃんにゃん、ぴょんぴょん、みんな今日何してたの、みんな今日何してお仕事か、最近ゲームできてないです。もうなんかいやもうあの頑張ってるんですよ、時間をね作ろうと、ゲームの時間も頑張ってるんですけど、全然やってこない、ゲームの時間が、できる時間が回ってこないです。いやぼーっとしてるわけじゃないです、全然全然ぼーっとしてるわけではない、なんか時間経つの早いです、困っております。うん、忙しい、忙しくもないけどね、でも言って昨
日とか何してたの私。昨日私皮膚科に行った、皮膚科に行った、レッスンがあった、自主練したとかしたら、なんかいつの間にか時間経ってる。配信中にしちゃえ。何を？ゲーム？そっちのけでしちゃうわ。今日丸立ての赤ちゃんに会った。いいな。なんか思ってなそうないいなになっちゃった。なんか生まれたての子鹿みたいだね。なんか生まれたての赤ちゃん見たってあんま使わないじゃん日常生活で。なんか生まれたての子鹿みたいだねみたいな使い方でさあ、なんかなんて言ったらいいんだろう、日常生活ではあんまない言葉、伝わるかな。皮膚科、皮膚科筋トレ、今日やろうと思ったけどちょっと時間がかまっちょ。配信終わったらやりたいことがある。でも筋トレもやりたいと思う。でも昨日したから休んだ方がいいのかも。いや別の部位をやるべきっていうのを見たことがある。一回休めてできなくなるしな。炊きたてご飯、お味噌汁もあったらいいな。だけど僕は帰る。でんでんでんぐりばいし、よいよ。あ、ごめん止めてた。ハンバーグ食べたの。いいな。筋肉鍛えてる人はね、あの見てる。やめて。いつかワイにパワーを決めてください。子供の帰りを待ってるだろうか。いつになったら歌詞覚えるの。別にこれ歌詞覚えようとしてないから、歌詞覚えようとしてないから、コメントに関しては正しい歌詞を提示してくれないと、まず一生間違えたままだから。白熊アイスいい、好き。赤道ハートありがとう。野球が始まったので押します。野球より、私より野球なんですね。なるほど。良いまでもある、ありがとう。優しい人だけが好感度上がっていくんだから。シンガーソングアンナーです。私より野球選ぶんだ、いいけどね。アンペア暗闇のリバー、未だ歌詞あやふや。なんでそんなこと言うの。ドゥンドゥンドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥン。なんかお風呂行ってきますとかいいの、日常生活のことだから。野球って何、ふざけんな。それはいいんだけどさ、なんかわざわざ言う必要なくないと思う。それまでずっとコメントずっとしてたらさ、わかるけどさ、むむむ。そうだから、みんな今後なんとかテレビ見るからちょっと安否離脱するねっていうのはなしです。ナッシングです。ちゃんと急にコメント止めるとバレるのね。いやそうでもないよ。なんか誰々さんがコメントしてる、誰々次も誰々さん、誰々さんは今日はコメントが多いなと思って見てるわけじゃない。そういうつもりじゃない。
だからコメントしてても気づけない時ある。なんとかさんいたっけって思ってあと思ったら普通にコメントずっとしてたとか、あいたわみたいな。だからちょっとね、そうそこまで確認はできてないですね。ピーチク話してるので別にコメントしないことが悪いなんて言ってない。仕事はどっちが大事だな。想像せんわ。暑すぎ大丈夫した気がする。え、わかる、超わかる。汗かいたからあ痩せたわって思っちゃうね。そんなことないよ、不思議な話。いつもぶち切れてるよ。え、そうなの。コメントが止まるのは見惚れているかもしれないよ。でも実際聞いてはいるよっていう方いるよね。なんかちょっと作業してて今コメントできないよって人とかもいるから、それはわかるけど、コメントある機能配信なのでコメントしてくれたったら嬉しいなーって。もう皆さんの支えがないと喋れないので。テレビ今いいとことか、アンピちょっと声小さめでお願い、もうそれ配信閉じてって思います。見なくていいよ。言っちゃうわ。マジだった。大阪ルーゼルさん結婚してありがとう、会いに来て。私だりインドネシア、 Oh thank you。 15分で終わります。こんばんはだもん。わざと大きい声で叫ぶ。あーなるほどね、私もこれからそうしよう。これからっていうか来たことないけど。でも絶対ネタで言ってるからな。なんか素直、子供なんですよ。みんな優しくしてください。もう優しいよって感じだよね。質問多め嬉しい、だって答えられるからさ、そのあれで。そうそうそう、マジゲーされるやつ。わお。コージさんありがとう、テップをピュン、ありがとう。こんばんは。ここに長い毛を発見した。こいつは切ってやる。前の半分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 か。コージさんシャボン玉いっぱいありがとう。ありがとうございます。こんばんは。15分に終わります。ペアルック何をしたの？何をペアルックしたの？アーナンデルル機能搭載してる。ピッ。本当の答えを求めている時が混ぜしないようにしている。あははは。麻婆豆腐食べたくなる時。あ、辛いものあんま食べたくならないかも。あ、服か。いいね。早い。お昼も配信したんだ、私。
アナちゃんに優しいけどな。いやそうよね、そうよそうよ、いつも優しいよねこんにちは。優しさのや優しい半ん半分の半分は優しい半分でもいいかもしれん。おっきいってなる。ありがとう三つお初見ありがとう三つおさん、ありがとう。棒読み？棒読みじゃないですよ、棒読みでは言ってないですよ。いつも優しくてごめんね。まあ優しいねまあそうだ優しいわ。大阪風車さん涼しいありがとう。しおりんさんシャボン玉見るてっぱありがとう。ぴょん。カメラあまり指ささないでくださいね。なんでですか。ぴょん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 。君だよ君。性格上厳しくできません。素晴らしい。逆に初期から優しくしてくれて初期から見てくれて嬉しいだけだよ。こちらこそです。ありがとうございます。先端恐怖症かごめん。じゃあこうするね。ピャン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 。やっぱ爪切りたい。でもなんか今爪切ったらダメな気がする。明日まで我慢しよう。いや明後日まで。よし明後日まで。いやえこの土曜日が、あ土曜日お話し会、土曜日お話し会、日曜日が山中湖で土曜日がお話し会ですか。その色いい。 やった嬉しい。溢れてる。やったかわいい。メルメル。そうね金曜日を落とそう。じゃあ先端鉱物症とはそれはそれでなんかやだ見せたくない。グーパンチ。メールのコーンのしあまりバブちゃんすぎた確かにメイクしてないしさ、髪坊主めっちゃボサボサで撮った。レッスン終わって帰ってきてお腹すきすぎてコーンと思ってコーン食べたんですよ。見てたなし嬉しい。ありがとう。金曜国立族か見ない。見れる気です。いや違う、見れるかもしれない。じゃあそろそろみんなからの報告を聞いて報告タイムをして終わりたいと思います。尊いありがとう。てんてんありがとう。報告タイム。報告ありますか。お腹が空きすぎて空きすぎて空きすぎて。コージ結婚してありがとう。仲良くなりたい。ありがとう。残業頑張って。そんな残業ってあるものなんですね。小村さんありがとう。なんとかなり。久しぶりのアーノの配信見るとここで住み終わっております。こういったありがとう。おやつ買いに行ってところです。何食べるの。私の分は餃子はたまに。また今度。ああ19日休みが取れました。天才。19日来て1日間やばいほど日焼けしました。痛いです。確かに
削りそうだった、やっぱこうやって無意識に削りそうだった、やばい。確かにやばそう、気をつけてね。冷やす、うん、ボーナス入ってた、おめでとう。水風呂使いながら配信見てます。強、今日ブロックされなかったので雪一日でした。コメントせんかったからね、変なコメントせんかった、専用です。だってレポート終わりません。でもそもそもレポートって終わるもんじゃないんですよ。わかる。もう私昼配信レポートやってたんですよ。でもマジで終わらんねんけど、マジでどうしたらいい、誰かなんか、マジでなんか隣で誰かやってほしい。これかこれ書いていこうとか、ここかここ、ここ、ここ、ちょっと読んどいてほしい本で言われたこと書くから。餃子が食べたくなります。食べたくなるよね、はい、会いたい気持ち、会いたい。わあ、今日晩ご飯抜く、なんで、レポート保存成功したいよ。成功しなかったら死ぬ。今日も俺もレポートある、うん、頑張れ。もしかしてレポート簡単って言ったら怒られるやつ。簡単、簡単ではあると思いますよ、わりかし、わりかしね。そのなんか他の難易度知らないから、他の人たちのだけど、まあ私もできるから。うん、簡単なんじゃないですか。私ができるから、私が天才だからできるだけなのかもしれんけど、キーボード打つだけなら代わりにやるじゃん。そっちじゃない。そっちじゃない。代わりに食レポします。おお、19日当たったのはスイパライベントから公演です。始発で新幹線乗らないと。ああ、ももちゃんとサイヤのやつかな。なんとかするしかない。うーん、まず戦時がないもん。あのもん、戦時で新人以上じゃない、なんか大体だ、わかんない、マジ全然30分以上かかったんだけど。私今日なんかあるレポート2000字かな、到達してないんですよ。しかも到達してない、しかも喋りながらやったからコピーできないんですよ。しかもできないようにされてて、絶対できないんですよ。本当に強力ななんかマジックがかかってて。アキーさんありがとう、シャボン玉2人のやつ、うん、15分でありがとう。あー、予約するの、あー、でもそれを省けばいいじゃん。長くさ、長いやつをさまとめ書いてさ、どんどんいらないやつを削っていけやん。もう足すの、足す文章がないもん。だっていろんな本読んだって分かんないんだもん。なんかなんだろう、みんな同じこと言うし、分かりやすく書いてほしいよ。仕事戻る、頑張ってん。セーブ？愛の作文まだ来たことないですか？行ってますよ。行ってるんですよ、去年から。そうなんですよ、ひっそり公にしたのは最近ですけどね、公に。ではありがとうございます。皆さんの報告タイムが終わります。大阪平成さん、かわいい、ありがとう。あのレポート絶対面白そう。面白ないよ、だって普通のこと。そんな味は出さないでしょ、さすがに。私味は出さないって思ってるけど、出てんのかな、どうなんでしょう。ボコってどこや。では13位エレメンツさん、12位ハム星ちゃん、11位ミキオ先生、10位麦さん、9位オカッピさん、8位ドグラスさん、7位ヨシココくん、6位マルトモちゃん、5位天気ビリビリさん、4位カズキンさん、3位シューリンさん、スキピ、2位ポクレンバサランさん、1位、あ、スキピ、1位タカケイさん、大好きピ、ありがとうございます。文の中にウェーン書けないって。もう無理だって書いちゃおうかな。帰ってくるわ、さすがに。帰ってきたら最初からやり直しなんですよ、全部ないんですよ。でもう一回最初から打ち直しになるんです。しかもコピーもできないから、もうマジで絶対に
帰ってこないように最初からやらなきゃいけないっていう気持ちでやっております。ではありがとうございました。夜配信ありますか？これが夜です。ではありがとう、バイバイ、また明日。明日は朝配信します。朝もめっちゃ朝、マジで申し訳ないぐらいの朝、15分だけします。ではありがとうございました、バイバイ。何時だろう、え、でも5時台だよ、5時台。ほどほどに皆さんも。ではバイバイピーン。朝の5時台にします、15分だけなので、見れる人だけで、起きてる方だけで、全然まあ見てくれたら嬉しいけど。ではありがとうございました、はい、予約入れます。